ジャガールクルト、ジャガールクルト、フランス語の発音、J ・ゲルラクルト類は、スイスのルサンティエに拠点を置く19世紀前半創業の高級時計マニファクチュールである。これまでに数百の発明と1 0 0種類以上のキャリバーを開発しており、その中には、世界最小キャリバーや世界で最も複雑な腕時計、そして、半永久的に動くタイムピースも含まれる。今日、 ジャガールクルトは、八つの時計コレクションを展開しており、海洋保護や、モータースポーツ、ポロなど、多様な分野で複数のパートナーシップを維持している。2000年より、スイスのラグジュアリーグループであるリシュモンの参加にある。スイスにおけるルクレト家の最初の記録は、16世紀に、遡る。フランス人のユグノーだったピエールルクルト、1530年、ゴ1600年頃が、 宗教的な迫害を受けて、フランスの理事イコール州イコールウルクからジュネーブへと逃れる。1558年に住民として認められたものの、その翌年になってようやく重慶国の土地を得る。時間とともに小さなコミュニティが形成されていき、1612年、ピエール・ルクルトの息子がその地に教会を建て、それがルサンティエ村の始まりとなった。今日、 ジャガールクルトのマニュファクチュールが立っているのはまさにこの場所である。1833年、アントワーヌルクルトがスチールから時計の金を切り出す機械を発明。これに伴い、アントワーヌはルサンティエに時計製造の小さなアトリエを開き、高品質のタイムピースを製造するためのスキルを磨いていく。1844年、アントワーヌは 世界で最も正確な測定器、ミリオのメーターを発明し、ミリオのメーターを参照。1847年には、巻き上げと時計のセッティングに鍵を必要としないシステムを開発する鍵なし、リューズ巻き時計を参照。その4年後には、ロンドンで開かれた初の万国博覧会で、タイムピースの精度と機械化の実績が認められ、金メダルを授与される。 1866年、時計製造がまだ数百の小さな家内工房に依存していた頃、アントワーヌと息子のエリー、1842から1917は、重慶国に初の本格的なマニファクチュール、ルクルトシーを創設し、時計製作に関わる数多くの技術を一つ屋根の下に集結した。1870年には、このマニファクチュールの下で、 複雑機構を備えたキャリバーの生産工程の一部に初めて開花が導入される。同じ年、マニファクチュールで働く従業員は500人を数え、ルクルトシーは重慶国のグランドメゾンとして知られるようになる。1900年までに350種類以上のキャリバーが製造され、うち128種類はクロノグラフ機能を99種類は リピーター機構を搭載。1902年以降30年間にわたり、ルクルトシーは、ジュネーブのパテック・フィリップ向けムーブメントの大半を製造していた。1903年、パリに拠点を置き、フランス海軍向けの時計を製造していた、エドモンド・ジャガーが、スイスの複数の時計職人に対し、自らが発明した超薄型キャリバーを開発、製造してほしいと注文を受ける。 アントワーヌ・ルクルトの孫にあたり、ルクルトシーの製造責任者だった、ジャック・ダビド・ルクルトは、この課題に挑み、長薄型懐中時計のコレクションを制作。1907年には、ルクルト製、キャリバー145を搭載した世界で最も薄い、懐中時計を制作する、ルクルト製、キャリバー145参照同年、ジャガーは顧客であった。 フランスの宝石商カルティエと今後15年間すべてのジャガーのムーブメントをカルティエ専用とする契約を締結しそのムーブメントはルクルトで製造されたこうしたジャガーとルクルトの協力関係により1937年ジャガールクルトブランドが正式に誕生するただし1932年から1985年頃まで北米では ルクルトの名で腕時計が販売され、その後、世界的にジャガールクルトの名に統一された。会社の記録によると、アメリカのルクルト製腕時計に使用された最後のムーブメントは、1976年にルサンピエから出荷されている。一部のコレクターや誤解したディーラーの間では、アメリカのルクルトは、スイスのジャガールクルトと無関係であるという間違った主張がされていた。 この誤解は1950年代に遡り、北米で、ルクルトの腕時計を販売していた論ン,ン・ウィットナーグループは、バシュロン・コンスタンタンの販売も受け負っていたのだが、コレクターが、この流通ルートと、時計メーカーを混同したことが原因と思われる。ジャガー・ルクルトの愛好家であるザ・フ・バシャによると、高級市場向けのミステリーダイヤルダイヤモンドウォッチ、ギャラクシーは、バシュロン・コンスタンタンと、 アメリカ市場向け、ルクルトの共同作品で、前面に、ルクルトの刻印、ケースには、バッシュロン・コンスタンタン・ルクルトの刻印が刻まれている。ルクルトの商標は1985年に終了し、その後、ジャガールクルトの商標に変わった。ジャガールクルトは、創業以降、1242種類以上のキャリバーを製造し、約400件の特許を取得。 数百の発明を成している。1844年にアントワーヌルクルトが発明したミリオのメーターはミクロン単位を測定できる史上初の契機でこれにより正確な時計部品の製造が可能となった。当時スイスにはこのようなシステムは存在しなかったためこれに関する特許は取得されなかったがその独自の構図は50人以上社内で厳重に保管され使用されている。 ミリオのメーターは1900年のパリ万国博覧会で発表された。1847年、アントワーヌが鍵のいらないリューズ巻きの時計を発明。これは時計の巻き上げとセッティングを鍵なしで行えるという簡単で信頼度の高い最初のシステムとなった。時計の機能を切り替えるレバーの作動には鍵の代わりに小さな押しボタンが使用されている。 他の時計メーカーでもこのシステムを迅速に導入できる。要、ジャガールクルトはこのシステムの特許を取得していない。1907年、ルクルト製、キャリバー145が厚さ 1.38mm という世界で最も薄いムーブメントの記録を樹立。今なお、海中時計用ムーブメントとして最も薄い記録を保持している。 1866年、ルクルトシーが時計製造史上初めて小型の複雑機構を搭載したキャリバーを量産製造する。1891年にはクロノグラフとミニッツリピーターを組み合わせたダブルコンプリケーオンキャリバーを発表する。その後、1890年代中頃には超複雑機構や少なくとも伝統的な三大複雑機構である。 AQ カレンダー、クロノグラフ、ミニッツリピーターを備えた腕時計の製造を開始。2004年、ジャガールクルト発のグランドコンプリケーションキャリバーを搭載した腕時計、ジャイロトゥールビヨンアイを製作。これは、2本の軸を中心に回転するトゥールビヨンに、加え、ダブルレトログラード表示付き AQ カレンダーと、等しじさ表示表示を備えている。2006年には、 レベルソグランドコンプリカシオントリプティックを発表。これは時計製造の歴史では初めて、たった一つのムーブメントによって三つのダイヤルが駆動する時計で、2009年には世界で最も複雑な腕時計である26もの複雑機構を搭載したハイブリスメカニカグランソヌリを発表した。ラテン語で 回転するという意味を持つレベルスは、ポロ競技の際の衝撃に耐えることができる時計として1931年に製作された。ケースが反転し、時計のガラスを保護できる仕組みとなっている。アールデコ町のクラシカルなデザインで、今日も製造されている。1925年、小型化と精度の両方を実現したルクルト製、キャリバー7バイト FDO プランが発表された。 当時は小さな腕時計が流行していたが、小型のキャリバーは信頼性に欠けるものも少なくなかった。そこで、エドモンド・ジャガー商会で、テクニカルディレクターを務めていたアンディ・ロダネが、デュオプランを開発。その名の通りに創構造にすることで、大型のままでテンプを維持できるようにした。また、デュオプランは、初めて、 ステンレススチールにジェムセッティングを施した腕時計の一つでもある。1929年には時計製造で初めてガラスの代わりにサファイアクリスタルを採用した。デュオプランはロンドンのロイズによる特別なアフターサービスが保証されていた。また、ムーブメントが損傷を受けた場合、数分で交換することが可能で、ロンドンのブティックオーナーだったタイム氏はウィンドウに タバコ一本を吸い終わらないうちに、時計の修理が終わりますとの掲示を出した。デュオプランを経て、1929年には、世界最小の機械式、ムーブメント、キャリバー101が発表される。74個の部品、現在は98個で構成される。このキャリバーは、重さが1ムほどしかない。1930年代には、キャリバー101を搭載した次のシリーズとして、 ジュワイアリー101エトリエが発表され、1953年には英国女王エリザベス2世が自身の体感式でジャガールクルト製キャリバー101を着用した。アトモスは人の介入を必要とせずに半永久的に動き続けるオケ時計でほとんどエネルギーを必要としない。1928年にスイスのエンジニア、 ジャン・レオン・ルターがヌー・シャテルで発明したアモスは1950年以降スイス連邦の公式の贈答品となっている。1928年に特許を取得した最初のモデルは現在アトモス1として知られているモデルで1930年に放射線医学者により販売された。その後、ジャガール・クルトが1936年にフランスで1937年に スイスで特許を購入。ジャガーアルクルトは、その50年をかけてこのオケ時計を完璧に仕上げ、1946年に、現在の技術形式で製造を開始した。1988年、ケーラーリコー設計事務所が2大限定で、アトモス用小ケースを製作。2003年には、ジャガーアルクルト製。 キャリバー583で駆動する1460個の部品で構成されたアトモスミステユーズが発表された。1950年、ジャガーアルクルトは記憶の声を意味するメモボックスを発表する。そのストライキング機構は目覚ましや待ち合わせ、時刻表としても使用することができ、最初のモデルは手巻きで、ジャガーアルクルト製、キャリバー489を搭載していた。 1956年、ジャガールクルト製、キャリバー815を搭載したメモボックスが発表され、これは世界初のアラーム付き自動巻き腕時計となる。そのすぐ後には、創業125周年を記念して、メモボックスワールドタイムが発表される。1959年には、ダイバーに浮上を知らせるための特別なアラームを搭載したメモボックスディープシーンが表され、 1965年には水中での音の伝達を最適化するためにトリプルケースバック特許取得済みを備えたメモボックスポラリスが発表されたメモボックスポラリスは現在のマスターコンプレッサーラインやアンバックスラインの源流となったモデルで2008年にメモボックストリビュートとポラリスの名で復刻された1958年ジャガールクルトは 国際地球観測年を称え、退治、対衝撃、防水に優れた腕時計、ジオフィジッククロノメーターを発表した。これは、南極大陸の科学的な基礎概念を探る、研究のための腕時計として、ジャガー・アルクルトに古くから勤めるジュール・セザール、サバリが企画したものである。ジャガー・アルクルト製、キャリバー478バイト WS を搭載し、17個の石、 ブレゲヒゲゼンマイ、テンプ受け状のレギュレーターゼンマイ、干渉調整装置、グリュシュデュール製テンプを備えている。ジオフィジックは発表された年に北極経由で初めて太平洋と大西洋を渡ったアメリカの原子力潜水艦ノーチラス号のキャプテンウィリアム・ロバート・アンダーソンに送られた。今日、キャリバー百一とアトモスを除くすべてのジャガールクルト製タイムピースには 戦時間コントロールテストが実施されている。このテストはマスターコントロールラインに端を発するもので、1992年、信頼性と精度を向上させる目的で戦時間、つまり6週間以上に及ぶ6つの検査が完成した腕時計に課された。その後、マスターラインはマスターウルトラスリム、マスターグランドトラディション、マスターエクストリームと続いている。 マスターコンプレッサーは、ハイテクケースと高級時計製造ムーブメントを組み合わせたラインである。マスターエクストリームラインに含まれるマスターコンプレッサーは、1965年製メモボックスポラリスにインスピレーションを得て2002年に発表された。マスターコンプレッサーの名は、ケースの防水性を保証するジャガールクルト特有の圧縮キーに由来する。 マスターコンプレッサーエクストリームラボは世界で初めて注意を必要としない腕時計として発表され、ジャガールクルト史上最も複雑な高性能クロノグラフを搭載していた。マスターコンプレッサーのネイビーシールズモデルはアメリカ海軍のエリートダイバー集団が遂行する任務に伴う過酷な条件に耐えられるよう設計されている。デュオメトルラインは 1880年に製造されたクロノメーターに着想を得たもので、二つの独立したメカニズムが一つの超速機構によって連動する、デュアルウィングムーブメントに基づいてい2二つの独立したメカニズムは、それぞれが固有の動力源と割れ列を持ち、一方がテンプに動力を供給し、もう一方が初期能を制御する。この方法により、1、 6秒単位での計測の信頼性が保たれ、一つまたは二つの複雑機構を使用するまでもなく正確なクロノメーター機能を実現できる。ランデブーラインはマスターコントロールラインに着想を得た女性向けコレクションでマザーオブパールの丸カットリーをあしらったダイヤルとダイヤモンドをあしらった丸型のタイムピースが特徴的である。ランデブーナイトデーは 6時位置に太陽と月のディスプレイによるデー・ナイト表示を備え、ダイヤモンドをセッティングしたベゼル自動感ムーブメントを搭載している。より大型のランデブートゥールビオンは重力の影響を最小限に抑える回転ケージを内蔵し、日付表示を備えたモデルもある。1920年代にアストン・マーティン社のダッシュボードに搭載されたジャガーの速度計に着想を得て、 2004年、ジャガーアルクルトとアストン・マーティンは、モータースポーツへのオマージュを表現したデザインのアンバックスラインを共同で制作した。このラインの特徴は、ヴィンテージのダッシュボードケーキを思わせる270度のダイヤル表示、アストン・マーティンの配色、ディスクブレーキの表面を思わせるサテンサンデー仕上げのダイヤル、そしてアストン・マーティンのガソリンキャップを思わせるリューズに、 アンバックスにグランドクロノグラフは、ジャガー・アルクルトが特許を取得した、機械式、クロノグラフシステムである、バーティカル・トリガーシステムを搭載。これは、回転するケースによって、クロノグラフが作動するメカニズムで、従来の時間計測に使用されていた、プッシュボタンを必要としない。アトモスは、人の介入を必要とせずに、半永久的に動き続けるオケト計で、 ほとんどエネルギーを必要としない。大気中の温度や気圧のわずかな変化からエネルギーを供給し、人の介入なしに何年も動き続ける。寒温性の混合ガスを封入した密閉カプセルによって巻き上げられる仕組みで、わずか一度の変化で二日分のエネルギーを十分蓄えることができる。テンは髪の毛よりも細い光合金の糸で吊り下げられており、1分間に2回。 振動する。また、割列は注油の必要がない。アトモスはその優れた精度で知られており、例えば、ムーンフェーズ搭載モデルは3821年に1日の誤差しか生じない。ハイブリスメカニカは、ジャガールクルトのグランドコンプリケーションタイムピースのためのコレクションで、各モデルに固有の複雑機構を備え、その多くが、 時計製造で初めての特徴を誇る。デュオメトルスフェロトゥールビオンは秒単位で時間調整が可能なトゥールビオンを備えている。レベルソミニッツリピータードーは2枚のダイヤルの一方を覆う3枚目のダイヤルとしてミニッツリピータースクリーンを搭載している。マスターグランドトラディショングランドコンプリケーションは天体の動きに沿ったフライングトゥールビオンを搭載。構成時を表示し、 カテドラルゴングによるミニッツリピーターも備えている。ハイブリスメカニカグランソヌリはビッグベンの鐘の音色を鳴らすゴングを搭載。レベルソジャイロトゥールビオンには球体トゥールビオン、反転式、ケース、シリンダー型ヒゲゼンマイを搭載している。マスターコンプレッサーエクストリームラボは注意を必要としな。ジャイロトゥールビオン1はあらゆる姿勢で重力の影響を相殺する3次元の トゥールビオンを搭載している。ハイジュエリーコレクションは、装飾的デザインと、貴金属や、プレシャスストーンを用いた、タイムピースのラインで、2013年初頭時点で、ジュワイアリー101ホイユ、ジュワイアリー101レジユ、グランドレベルソ101アールデコ、エクストラオーディナリーウォッチ、ラローズ、そして、ジャイロトゥールビオン1の5つのタイムピースを揃える。 ジャガールクルトとインターナショナルヘラルドトリビューン氏は世界遺産海洋プログラムを支援するユネスコの世界遺産センターに協力している。このパートナーシップは世界遺産委員会が優先的に取り組んでいる同プログラムに資金を供給しメディアへの露出を増やすことで新たな海洋地域の登録とすでに登録されている46地点の補対策に活かしている。毎年 インターナショナルヘラルドトリビューン氏の紙面やオンラインニュース記事でこのプログラムと当該の海洋地域が取り上げられているため、このパートナーシップの認知度は徐々に高まっている。2011年10月、ジャガールクルトは人権への取り組みと RJC 加盟認定システムが構築した倫理、社会、環境基準を満たしていると認められたことが、 責任ある宝飾のための競技会より発表された。2004年、ジャガールクルトは、アストンマーティンと協力し、アストンマーティンジャガー、ルクルトメンズウォッチ、アンバックス1を発表した。国際モータースポーツのレギュラークラスで優勝したことも、ある1930年代のアストンマーティン LM1.5L 社のダッシュボードには、ジャガールクルトが製造したケーキも備えられており、 アンバックス1は70年にわたる両者の歴史的な絆をイメージして設計された。ジャガーアルクルトは、レザーブランド、バレクストラと提携し、2012年、レベルそのレディースウォッチの2-1バージョンを発表した。ジャガーアルクルトは、1931年以降、馬術界と緊密な関係を維持しており、提携先の一つには、ベイタイポロクラブがある。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。